絶対大丈夫。ね、言ってみて、言ってみて。男でどういうやつ。編集するから、まず。絶対大丈夫。ね、言ってみて、言ってみて。男でどういうやつ。編集するから、まず。いや、でも別になんか絶対もう変なこと、下着の話をしてた。下着の話を思ってた。それ変なことを言って。下着男性の、いや女性の、え、男性も女性も。でも、うん、この間居酒屋行った時に、うん、男の人が斜め前にいたんですよ。はいはいはい。で、なんかパッて見るじゃないですか。はいはい。そしたらもう半分お尻見えてるんですよね。あー、で、腰パンにしてて、パンツが最初半分見えてたの。はい。でもそれが、まだあのトランクスだっけ、あれフリボクサー、あれブリーフボクサー普通履いてるんじゃない、あのトランクス、トランクス、うん、なら、あれなんかゆるゆるのダボダボはなんていうんですか、あの、布のやつ、布かな、布、なんかペラペラのダボダボの、あれをなんかチェック、青のチェックのゆるゆるのダボダボのゴム、うん、ああ言ってるの分かった。はい、今のやつは流行りのやつはボクサーパンツが流行ってるけど、うん、一昔前の、そう、一昔前のなんか綿のなんかちょっとダボっとした、そう長めの、丈長めの、そう、ちょっと高、そう、父さん履いてるやつを履いてた、履いてた。で、なんかそれを青のチェックのちょっと紐が緩んでるの、しかもあ、そこまで見えちゃうぐらい、何回も選択しちゃったんだよ、うん、でね、それがね、一回トイレ行ったの、その人がで、帰ってきて、どんな気に出るの、いや、待って、すごい見ちゃって、誰にいても見る、うん、で、その人帰ってきて見たら、うん、今度お尻半分見えてるのと思って、ちゃんとパンツ、わざとじゃないの、ちゃんとパンツあげてと思って、酔っ払ってたのかな、いや、全然なんか、そしたらわざと見せられてたんだよ、その、いや、もうご飯美味しくなくて、だからいや、まずいですよ、すごい美味しいって言った後、そこ見ちゃってわ、いや、もうすごかった、なんかそういうの見たらちょっとパンツ可愛いの履いてほしいと思った。あー、そうか、パンツ可愛いやつ履いてる方がいいな、うん、可愛い、うん、可愛いのじゃなくてもいいけど、普通の履いてほしいな、まあ、普通のやつ、ボクサーパンツでも、そうだね、今言ったようなやつじゃなくて、うん、あれボクサーパンツ派ですね。ボクサーパンツがいいのかな。ボクサーパンツの方がでもかっこいい感じはしますよね。うん、そうだね。ブリーフとかだとちょっと締めてるなって感じするから、うん、ボクサーパンツが一番いいですね。一番ですね。結論。ちょっとゴムのところにロゴマーク書いてもいいですね。あ、なんかのメーカー、ね、アルマーニとか、はい、わかります、なんかの、はい、ロゴマーク入ったらちょっと可愛いなと思って、そうらしいです。じゃあ皆さん、男性諸君はゴムのところにアルマーニもしくはディーゼルとか入った、ディーゼルとかね、入ったボクサーパンツがいいらしいですね。女子受けいいんじゃないかな、女子受けがいいということで、髪の毛も全く関係ねえ、いや、ほんとですね、そうそう、でも大事大事、それ大切ですね、髪の毛よりも大切、髪の毛よりも、髪の毛もどうでもいい、髪の毛の次ぐらいにしておきましょう、 それ大切だわ、確かに、え、靴下とか気になるの、女性靴下はあんまり見ないかも、靴下見ない、さすがに穴とか入ったら嫌だけど、あの靴下長い靴下、最近短いの流行ってるけど、うん、ちょっと長めのやつとか入ってるんだけど、膝ぐらいまであるやつとか、ただ膝ぐらいまであるの靴下ズボンがさ、長いから別に見えないんだけど、ある時にズボンを例えばめくれちゃったとか、ズボンを脱ぐ時があったりとかね、はい、なんかそういうことがあったりした時になんか着替えるとかね、うん、その時に、え、靴下生長くねっていう、ふくらはぎのちょっと上ぐらいまで着てたらどう、笑う。ただ笑う。ただ笑う。長いっつって。長っかって言ってた。どんだけ長いの。そう。それは大丈夫だ。大丈夫だけど。ハイソックス系のやつ。ネタにしちゃうかも。ああ、靴下長いって。うん、なるほどね。じゃあそこは好印象だよね、逆にね。好印象なのかな。笑えるって。まあ見えなければ。まあ見えないから。
普通に見た目がおしゃれで、ちょっとなんか、じゃあさ、一見ゴムのところはボクサーパンツだけど、そのゴム以外は全部トランクスみたいになってる。どういうこと？いや、わかんないけど、上のとこだけ一見おしゃれだけど、下ダボみたいな。どうしたのかなって思ってちょっと点点点ってなるかな。そういうことね。うん、なるほど。なんかね、間違っちゃったのかなって間違っちゃったのかな、間違った買い物したのかな、なんかあったのかな、最近の流行りなのかなみたいな。そうよし、これでちょっと、はい、でこれちょっとご、限定動画的な感じになっちゃうと思うんですけども、ここの部分は根元が結構根元になりやすいので、あと根元の方は、アクセントカラーのグリーンとかブルーとか使ってトーンを濁らせて暗くしないと、根元だけ明るくなって先暗くなっちゃうとバランス悪くなっちゃうので、そのように皆さん工夫してください。アップするね。はい、飲み物何がいいですか？お任せって何ですか？お任せはね、なんか適当そう、なんかその時の気分が、お任せなんか怪しいもの多いじゃん。うん、インディアンって何？カレー？何？インディアン、カレー？インディアン紅茶。なんだカレーじゃ、インディアンカレーじゃないそれ、インディアンカレーってそれ帯広のカレーだ。いや、そうだよね。インディアン紅茶はインディアンの紅茶です。ちょっとカレーっぽいとか？全然カレーじゃないわなんか、あのチャイみたいな感じかな。ははチャイです。ココアか、うん、ココアもう普通のしか選べないもんね。うん、それかチェリーストロベリー紅茶。あー、いいです、いいと思ってます。美味しいとこ？それうまいっす。じゃあそっちにしようかな。チェリーストロベリー。ココアは普通だよ。じゃあチェリーにする。やめな。わかった。